今回紹介するスレはこちら。買ってよかったおすすめの株主優待銘柄教えろ。ご存知の方も多いかと思いますが、株主優待とは企業から株主への利益還元のことを言います。株主優待を行うことで、実際の商品サービスを通じて自社の活動内容や特色を株主に伝えることができる素晴らしい制度です。そんな制度を利用しているスレ民たちの一押し銘柄を共有してくれる有益なスレとなっております。株主優待に少しでも興味があるという方はぜひ参考にしてみてください。それでは本編スタートです。マック、ダスキン、ケンタッキー、コメダ持ってるんだけど、お前らのおすすめ銘柄も教えてくれ。ワイはもうすぐサイゼリヤとマミーマートの優待が届く予定や。サイゼリヤは食事券が20枚分、マミーマートはお餅や海苔やきな粉などが届く予定だからワクテカしてる。ブックオフの株主優待、2000円分のブックオフで使える商品券もらえるで。ワイも持っとる。ちなみに優待とともに送られてくるアンケートハガキを書くと追加で300円分もらえる。だからトミーは、リカちゃんくれるからとりあえず持ってる。お前マジか？あれ2000株以上だろ？ワイはトミカだけで満足してるわ。高島屋の株主優待は友の会と併用できておすすめ。高島屋の 10% 割引って食料品もかなんか？東急は食料品には使えなかったんだよな。東急ストアで使える金券はくれるけど。高島屋食料品いけるぞ。レストランはダメだったが。バロックジャパンとアダストリア、どちらも商品券5000円分くらいもらえるから重宝してる。まあ、一番のお気に入りはイオン株なんだけどな。イオンシネマの優待がピカイチ。よっめが絶賛してた優待はファンケルやわ。銀座のファンケルスクエアの商品券を選んだ。6000円分券がなかったらいかなかった。ってウッキウキで話しとったわ。仲良さそうで羨ましい。ダスキンの優待で毎年モストミスドの福袋を買ってる。自分の金では買おうと思えんからなんやかんやありがたいで。イオン一択やな。うちから一番近くにあるスーパーがイオン系列でよく買い物するから、オーナーズカードのキャッシュバックされる金額が結構大きい。ヤオコーの優待券は今までは1000円買い物したら100円引きできるみたいな微妙な券だったけど、プライベートブランドの商品詰め合わせみたいのが選べるようになってよかったわ。11月末までの吉野家の優待があって、アサリ豚チゲ鍋が発売になったら使おうと思って大事に取っておいたんやが、今年チゲ鍋がなかったんを。ビッグカメラは毎年5000円分優待くれるから、いつも何買うかワクワクしていつも商品リサーチしてる。結局ゲーム買って終わりなんだけどな。ワイもビッグカメラお世話になっとるわ。毎年空気清浄機のフィルター買ってる。おかげでフィルター代手出しなしで空気清浄機を運用できてる。ワイは優待で酒買ってるで。家電に興味ないけど、いろんな商品取り扱ってるから案外バカにできないんだよな。吉野家は20年優待をもらってる。ガストも一度もらったけど食べたいものがなかったからすぐ売った。吉野家は花丸うどんでも使えるし、俺以外の家族も保有してる。値上げラッシュだけど優待は本当ありがたい。お前らがなんでそんなに自社製品とかが欲しいのかわからん。ワイは邪魔くさくなる気しかしないから優待なし選んだりしてる。配当高くしてくれる方がよっぽど嬉しいやろ。うちの親父も同じこと言ってたわ。Y 的には配当はあくまでもお金、優待はプレゼントって感じで全然価値観が違う。配当もらったお金で買えばええやんとも言われるけど、それも違う。わざわざ自分で配当使ってまで買うほどでもない。懸賞に当たったようなサプライズ感が好きなんだよ。ほんそれ、使わんかったら売るかなんかしたらいいし、普段買わないものでも使ってみたら今度買ってみるかって気になるのも優待の魅力や。最近の株主優待だとブルーノの株取得が4年目で、今年はスチームアイロンと LED スティックライト、昨年は電気圧力鍋、一昨年はコーヒーメーカー、ヨーグルトメーカー、コンパクトホットプレートと、これまでのブルーノブランドの電化製品をかなりもらえたぜ。その銘柄は優待利率はかなり良いけど、優待品受付初日はウェブ上では争奪戦で欲しい商品が品切れのことが多くて、この株を手放す人も多いみたいやな。オリックスの優待で選択した越前家に飯が大当たりあった。もちろん美味しかったんだけど、容器が毎日よっめのお弁当箱として大活躍してる。D
ディズニーランド好きなら株持ってるといいよ。配当金結構もらえるし、パスポートももらえるし。配当金、株価に対してかなり塩だから大してもらえないよ。ぶっちゃけ、年パスのために買うのはコスパ悪すぎる。ディズニーのパスポート、昔は思いつきで使えたのにコロナで事前抽選になっちゃって、めんどくさくて流しちゃってる。抽選ない頃はパッと行けてよかったよな。うちは100株だけだから優待が1枚で、家族分には足りなくて知り合いに格安で譲っとる。今週暇だから天気も気温もちょうどいいからディズニーで飯食うかなー的な使い方したいんよ。その時の気分でパッと決めてフラッと行けるのが利点だった。ディズニーファンなら株主になるだけで幸せ。でもパス目当てなら年パス買う方が安い。地方からならホテルとパックの方がショーやアトラクション優先があってお得。一般感覚だとチケット高いからちゃんと日程組まなあかんしな。贅沢な使い方ができるのが優待の強みなのにな。昔親父が株やっててたくさん封書届いてたけどいつもろくに見とらんから捨ててしまったことがあってな。その晩ぶん殴られたの思い出したわ。中には優待のお知らせ入ってたかもなのか。人ごとながら悲鳴が出たわ。人の手紙を勝手に捨てるな。フランスベッドおすすめ。かなり上質なシーツとか枕とか敷きパッドとかもらえる。1年以上の保有になったから今年はタオルからランクアップするの嬉しいわ。結構な含み損だけど、毎年もらえるし配当良いからガチ重宝する。配当が多いところの方が良いってのは当然わかってるけど、優待届いた時って懸賞が当たったみたいな気分になって、ただ配当が証券口座に振り込まれるより嬉しい気分になるんだよなぁ。コロナ禍の時でも穴から国内全路線で利用できる搭乗券がいっぱい送られてきたけど、今どこにも行けないやんけ。ってなって全部メルカリで売り飛ばした。明治製菓の優待は自社製品の詰め合わせ。もちろん、全部は一人で食べます。家族にも分けたれよ。その家族がいないんごねえ。亀田製菓、柿の種とかおせんべいとか美味しいのたくさんもらえるで。コタとアジュバンの優待でシャンプートリートメントをまかなってるから長年買ってないわ。本好きなら、マルゼン CHI、マルゼンやジュンク堂で使える商品券だよ。ルノアールは割引券とアイスコーヒー1ダースもらえるよ。ガムシロップとミルクもついてくる。ええやんって思ったら1000株からやったわ。個人的にはときめかないけど昔うちの親はドラッグストア系の優待を使いまくっていた。よく買い物する人にはお得なんだなーって子供ながらに思った記憶。マクドナルド、スカイラークは使いやすくて好き。ものだと日本製紙、キーコーヒーが嬉しかったな。味の素、ブルボンは好みのものが少なくてがっかりした記憶。キッコーマン、お醤油、みりん、焼肉のタレの詰め合わせで普段使いできるものだから助かる。丸亀製麺おすすめ、アホほど食べられるよ。丸亀後ろで待ってる人が気になって出せなくて、寸胴屋で使ってる、レジシステム変わらないかなー。ここまで読んで日本株の株主優待で一番需要の高いイオンが少ないのはなんでや、最大で 7% 引きになるのに。7% は3000株、ざっくり900万くらい必要だしなー。15年くらい保有してたけど、3% 分、子供が大きくなってからイオンで買い物しなくなったから売却しちゃったわ。通貨ゴールドカードだと常に 5% オフだからまあ。イオンの株いいなぁ。映画好きなんだけど、映画館のあるイオンまで1時間半かかるから頻繁に行けなくて、近所のイオンには週1行くからラウンジ使いたいし検討してたらコロナでずっと閉鎖だったし、縁がないってことかなと思ってる。コロナの時は航空会社の優待割引券、金券ショップで捨て値で叩き売りされてた。需要がないから当たり前だが、運年以上とかもチェックしたらいいかも。タカラトミーは3年以上でオンラインショップ 40% 割引とかあったりする。パピレス、レンタの会社なんやけど、読みたい漫画があったらここの株主優待で買うようにしてる。1万円分もらえるのは電子書籍派からしたらありがたいよな。俺も去年パピレス買った。1万円分のポイントは大きいのでちょっと下がっても持っている予定だけど、一つ不満、レンタって解像度低くない？線画もやってるのが気になる。普段はデイトレでちまちま小銭稼ぎさせてもらってるけど、次に下がって買うときは優待と配当目的で所持しようと思ってたところや。コロワイド、
2万円分の株主優待ポイントで系列店で食事できる。うちは家族でかっぱ寿司やステーキ宮に行く。JT の株主優待が届いたところなんだけど、冷凍うどんが60個届いて慌てて冷凍庫の整理した。なんとか冷凍庫に収まってよかったけど、しばらくうどん生活か。リーガル、株主優待券がもらえるので毎年靴を買ってる。寒て、ホテル宿泊券がもらえる。ごめん、ずれちゃうけどみんな株って自分で買ってますか？不用打ちなんだけど特定口座の源泉徴収ありで買った方が良いのか、夫の名前で買ったらいいのか、夫も購入に賛成してます。みんなどうしてるのかな？自分で確定申告するのかしないかの違いだよ。面倒なら任せればいいけど、源泉徴収ありですると、確か利益が20万未満だと税を払いすぎる可能性あり、だったかな？民株ってサイトで調べられます。ビレッジヴァンガード良いよ。2000円につき使える1000円券が束になってくるけど、図鑑とか店舗にない本は取り寄せられるし、常に本が半額計算。取り寄せられるのか、知らなかった。あんまり本の品揃えが良くないから、お菓子とか日用品とか買ってた。三越伊勢丹、J フロント、高島屋の優待持ってるけど J フロントだけオンラインで優待使えなくて微妙。しかも3社の中で唯一年会費無料にできるクレカがない。富士オフード、100株で3000円相当の商品か食事券が年2回。食事券はホノルルコーヒーでも使えるようなので6月の優待でもらったら行ってみたいなと思ってる。俺のおすすめはオリックスとイデア。オリックスはとにかく種類が多くて食品系いいのが多いし3年以上保有だとカタログがランクアップするし、イデアのカタログはブルーノのホットプレートやヨーグルトメーカー、インテリア雑貨など可愛くて使えるものが多い割に株価がお手頃。毎年カタログが届く時期が楽しみだわ。セントラルスポーツ、チケット1枚で2人まで利用できる。ダンスしたりお風呂に入ったり、コロナがあってからはプールに行ってる。タオル付きだから体一つで通えて便利。ただ、買い増しても200株までしかチケット枚数が増えないのが不満。たくさん持ってるのに。ニトリ優待は使ってるけど Y の Y1 割引だから底辺なんだろうな。スカイラーク、株価安定してるし優待も優秀。今回から3000から2000円に減るみたいだけど。スカイラーク優待と配当どんどん安くなってるなぁ。まあこのご時世しょうがないか。でも以前に戻らなければ売るかも。100万円くらいで、株主優待もらえて楽しい株ないかなぁ。株買うなら、株主優待よりも、この会社の商品好きだし日本製品だし応援したいな。という気持ちで買わなきゃダメか？ダメってことはないけど Y は応援したいわ。優待も楽しめるものしか買わない。じゃないと損した時になんだかなぁってなる。買う時はこのお金はこの会社にあげたって思って投資してる。シダックスのワインジュースとイントランスのハーブ茶&クッキー。配当はないですが、二つとも株の単価が安い割には、優待が豪華。いかがでしたか？株主優待の商品内容は変更されるものも多いので気になった銘柄があったらぜひ調べてみてください。また、皆さんのおすすめする銘柄などがあればぜひコメント欄で教えてください。今回は以上です。次回の動画でお会いしましょう。